のやつ。これイーノックも参加してますよね。そうですね。真ん中にイーノック。はい。ダークイーノックが今回予約特典でつくやつですね。今イーノックがですね戦闘中に一つ技を習得しました。おバトルに参加しているアストラル隊は、まあ、攻撃をしていると、まあ、ある一定の確率で技をどん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 とこうひらめいていきます。じゃあちょっと具体的にですね、まあはい、技を習得したイーノック君、はい、彼を強化していこうと。おタブレットメニューというところから、はい、強化するアストラル隊を選んで、バトルで得たカルマと呼ばれる3種類の赤と紫と青ですね、はい、このカルマを注入していきます。なるほど。で、赤が悪魔で青が天使、紫が打天使のカルマでして、はい、今イーノック君は悪魔なんですね、種族が、はい、なので悪魔のカルマを入れれば入れるほどコストパフォーマンスがいいと。あ今こうレベルが最大化したので次のステージに、まあ、進化することができますよと。進化、はい。でちょっと一回新宿に戻ってきまして超電磁というですねこのアストラルをいろいろとカスタマイズできる場所があるのでここでイーノック君をいろいろと進化させていこうかなと。どうなるんだこれがですね竹谷さんなぜこの絵を描いたのかというちょっと見てください。進化したら脱げたんですよ。進化したのに装備がこんな装備で大丈夫か状態ですよ。まず一回リセットしようと。まず絶対弱くなってますよね。いやこれ守れてない強くなってます。普通逆ですよ。いやそうこれ次の進化3段階目そんな装備。いやそうだからあ3段階目であのいいのそうですそうですそうです、はい。なるほど。途中に裸挟むっていうちょっとびっくりしますよね。やっぱり脱いで着るっていう順番ですね。はい、でこのまあどん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 そういう形で進化して強くさせたイーノック君を今度さっきですねスキルを習得したかと思うんですけれども、はい、このスキル以上というものを使って他のアストラル隊のスキルと交換することができます。具体的に言うとイーノック君は回復のスキルがないです、はい、なので回復のスキルを持っているアストラル隊とスキルを交換する。なるほど。でそのスキルの、まあ、知恵の実重さですね、はい、この天秤の釣り合いが取れたら、まあ、トレードオフで手に入るという。あじゃあすごいなんかこういうの欲しいと思ったらその同じぐらいのレベルのものをこう交換しなきゃダメですか。そうですそうです。あなるほど。で続いて、まあ、すごく強くしたこのイーノック君、はい、初期化という、まあ、ちょっと初めて、紹介するところなんですがもう一回レベル1に最初からやり直しと初期化ただですね見てください。初期化するとですね初期パラメーターの、はい、スタート地点が一気に飛躍します。あーなるほど。